はい、こんにちは。今ね、今日は2020年5月の11日、今9時50分ぐらい、10時ちょい前なんだけども、10時ちょい前だよ、昼間のね。これから今前半の仕事が終わって、後半がの仕事が始まるのがなんと15時20分ってことはだよ、3時20分なわけだよ。ってことは 5時間半ぐらいあんだよね、休憩。考えられる？5時間半、5時間半ですよ、休憩が。もうさ、もはや休憩じゃないよね、これで。もう一回終わってる感じだよね。終わってさ、まあ、近い人とかお家帰るからね、やっぱりね。でも、俺はね、まあ、家がそんなに近くはないからさ、なんかそう、まあ、別に帰れなくはないんだけど、5時間半あるからね、帰れなくはないんだけど、帰るのもなんか、まあ、帰ってもな、ご飯食って寝るだけみたいになっちゃうし、だから、ねえ、休憩室とかもあるんだけど、会社のね、あの、やっぱりなんかさ、こう、密閉、密集、密接とかになっちゃうじゃない、会社何も言わないのよ、その辺ね、別にね、休憩室とかもね。だからそれも嫌だから、海でご飯食べようかな、海行ってね、海10分ぐらいで着くからね、ここで。まあ、これからじゃあ、海へ行こうと思います、外出の願いを出してね。5時間半だよ。考えられる？5時間半。これからじゃあ海へ行きます。はい、海着いた。いや、風があるね。いや、風がある。これちょっとダメかな、飯食うの外で。なんか砂ぼこりすごいもんね。せっかく来たんだけどな、ちょっと外行ってみようかな。道具だけ準備して。いや、すげえ天気はいいんだけど。ああ、風が吹くけど、それ音が入っちゃってどうしようもないね。どうしようか、どこにしようか。はい、今日はね、セブンイレブンで買ってきたこの、まあ、風が吹いてダメかな、ツナとほうれん草とトマトクリームパスタに、ここら辺で取れる貝を、ね、こう出して食べようと思います。貝を取ってきます。あれ、これジンガサガイ、あれをね取ろうと思います。あれね、手でね取ろうと思ったけど、なかなかそう簡単に取れないんだよ。だからね、こいつ見てください。これ僕が開発した改良型ジンガサハンター、こいつさえあればね、あのぺったりデトラにくっついたり、ジンガサガイもね、一頃、今ちょっと取ってくる。あれ、すげえでかいかもね、これ。すげえでかいかも。ほらほら。あ、なってるか。こいつを。えい。取れた。結構硬いけど、これちょっとでかすぎるんだよね、これね。でかすぎる。ほら、あ、ちょうど遅くなっちゃった。これ食えるんですよ、これ。まあ、ちょっとね、これからこれを何個か取って調理していこうと思います。あ、これもでかくないけど、でもいったんか。 Thank you.
簡単に取れちゃう。すごい優れもの。これ真似するなら今ですよ。これ東京取ってないからね。バイ代行。できましたよ。まあそこら中についてるんだけど、できるだけほら大きいのが取りたくて取りたいかな。こういうね大きめのやつをね取ります。ほらガッチリホールドね。まずはこういう人傘貝から外す。内臓を壊さないようにね。まあ、こうやって爪のね裏側でグイグイやると簡単に剥がれる。こんな感じね。こんな感じ。もうね。よいしょ。よいしょ。まあこいつ別に噛んだりなんだりしないからさ。取ってもらった。わあやっぱでかいの外れにくいかな。こんな感じ。裏の綿を取って、綿と何だっけ、毒がしそびれなんだけど、裏の綿と触覚みたいなやつを取って、取るとこんな感じ。もうアワビにそっくりだよね。これこれこんな感じ。こいつを火で炙ります。で塩コショウ、これ仕事途中の休憩時間だからすげえよ、アビ。さすがになんか生でも食えるんだけど、生で食ってお腹痛くなったっていうとさ、さすがにまずいじゃん。こうバスでさ、バスで運転手がさ、いやお腹痛いからお客さんちょっとごめん、ちょっと運行中止させてもらっていいですかとか言って聞いたことないでしょ、さすがに。だからあ、そうだそうだ、そうね、そうそうそう、忘れてた。トマトケチャップをあえようと思ったんだ。せっかく買ってきたから。ね、ケチャップあえにするからね。いいけど、これはやったことない一回も。最初に切っとけよかった。
完成。これ、陣笠貝のトマトクリームパスタになった。なかなか休憩時間にこれえぐいよね。よし、ではこのペットでね、よし、こんな感じ、こんな感じ。はい、今これ海が映ってるのか、海だって分かるか。こっちが海ね、こっちが海。ほら、海で食べる陣笠トマトクリームパスタ。いや、クリーム入ってねえか。なんか風でさ、風でカメラ飛んでくるやな。はい、いただきます。これ貝、めちゃくちゃうまい。これね、アワビみたいな感じなんだよね。アワビみたいな、生でも食べれる、食べたことあるんだけど、生で食べてる人って実際に結構いる。まあ火入れると割と固くなっちゃうんだけど、でもね、美味しいんですよ、全然。これね、本当にうまい。やってみてくれ。まあ、すごい取りにくいから、取るときは、まあ、これね、これか、まあ、マイナスドライバーとかさ、なんかスクレーパーみたいなやつで、取れるんだけど、落っことす、下に。だから、これ、これをほら、ゴムの反対側の部分でガッチリホールドするね、これ。貝の形になってるから、めちゃくちゃ取りやすい。なかなかね、仕事の休憩時間に海で食べる貝のイタリアン陣笠スパゲッティスペシャル、なかなか最高ですよ。会社の休憩室で、あんな人いっぱいのところでさ、食べてらんない、ね、外出自粛言ったってさ、我々仕事してる人たちにとってはさ、外出ってこれさ、要は人のたくさんのと、なんていうの、密集したとこを避けましょういう話だからさ、これまあ外出言ったってね、会社であの密な状態よりはよっぽどいいと思うね。周り誰もいないって。いやこれね、貝わかる。もっとたくさん取ってくればよかった。全然うまくてやばい。本当に。これがね、貝殻、これめちゃくちゃ大きかったの、これね、半分に切っちゃったけど、これめちゃくちゃ大きい。これね、ほんとこれ、まあ、知らないかもしれない、これよテトラにくっついてるじゃないですか、これ食べれるんですよ、ものすごい。まあ生で食べると美味しいっていう人もいるんだけど、僕はまあこうやってイタリアンな感じに、ね、あの炒めたりする方が俺は好き。安心して食べれる、どっちかっていうと。トマト風味美味しかったよ、本当。オリーブオイルたっぷりね。
カサカイたっぷりでもよかったぐらい。本当にうまい。はい。ラッキーからね。もっといっぱい取ってくればよかった。いやマジすごい美味しかった。トマトスペシャル最高。ね、これ、まあ、皆さんも機会があったら、これね思ったんだけど。方が美味しい。もうねアワビと区別つかないよマジで。このもうものすごいでかいですよ。これ半分に切っちゃったけどさ、食べる時まあ美味しい。このやっぱ大きい方がうまかったな、うん、ぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。